出会いと別れの季節が過ぎ、少し落ち着いてくる5月。あんなに張り切っていたのに、気づけばどんより疲れて、気分がモヤモヤとして落ち込んだり、会社に行くのが辛くなったり。こんな症状は、もしかしたら、5月病、かも。確かに、仕事のプレッシャーや理想。ご現実のギャップ、人間関係においてはストレスだけでなく、ふと、記事全文を読む、